内小学校のよさこい教室の子どもたちがいつもお祭りに T シャツを着て踊っておりますので、制服を決まった服を作りたいなということで、女性会の方で法被を作ったらどうかという案が委員会の中から出まして、それを役員会で承認いただきまして作ることになりました。生地を提供いただきまして、会員さんの会社で布地をカットしていただき、型紙を作る人、ミシンをかける人、アイロンをかける人、しつけをする人、ハサミで布を糸を切る人、それぞれ自分たちのできることをやりながら夜遅くまで作業をし、来られない方、自宅で作ってもらう方も協力していただきました。会員皆様の結束力で20日間で法被と鉢巻きを100着を作ることができました。私たち会員の思いを一つにした法被を12日の西脇祭りで着て、西脇の人たちの前で踊ってほしい、これが私たち西脇商工会議所女性会の思いでございます。西脇市の教育委員会で行っております放課後子ども教室の一環のよさこい教室の子どもたちです。ハッピーもなくて去年は T シャツで踊ってたんですが、今年は西脇商工会議所女性会の皆さんに愛をいっぱい込めてもらったハッピーを作っていただきました。それで西脇の元気な子どもたちが元気いっぱい一生懸命踊らさせていただきます。それではみんな行くよ、みんな稼ぎの踊りね。西脇市を中心に活動をされている春らんまんの皆さんです。チームの紹介をします。西脇市の生涯学習課で行っている放課後子ども授業の子どもたちのチームが春らんまんです。西脇、重春、楠ヶ丘、桜ヶ丘小学校で月1回練習しています。学校も学年も違う子どもたちが一つになって元気いっぱい踊ります。西脇市の力強い子どもたちの踊りをご堪能ください。応援よろしくお願いしますとのことです。踊ってみていかがですか？緊張したけど、ちゃんと踊れたので良かったです。